ここのナムアトールは現状で4本立ちになっていますね。左から2番目のが親株なんです。この長い巻き葉を出しているものですね。それでこの子株は一番新しいものなのでまだ小さいんですが、両脇の子株ですね、これこの葉っぱのものとこの葉っぱのものは親株にいずれ迫る草丈になると思うんです。この親株はあまり成長が良くなかったですね。この親株はそちらの畑中央のナムアトールのもともとの親株から切り分けてここに植えたんです。そういうものが、まあ、こちらにもあって、こちらはもっと太くて大きく成長しています。それで来年再来年の親株をこの場で育てようと思いますと、一番大きいこの子株ですね、これを残しておいて、これとほぼ似たような大きさ、やや小さいんですが、2番目の大きい方は残しておくと同じ年に出来するということになりますね。それでこれを掘り上げておいて、こちらをこの現在一番大きい子株とこの小さい子株を残すか、本年新たに出てくる次の子株、まあ何本か出てくると思うんですが、その中の1本をこちらの現在一番大きい子株のその次の年の親株にするというふうに大体見立てて子株調整に入らないといけない状況になってきていますね。こちらの例で言いますと、まあこれは本年出来する可能性がありますね。で、一番大きい子株はこれで、これをその次の、まあ来年の親株にするというのは、まあはっきり見て取れるんです。そうして、これと、それから、これ、2本同じような大きさの子株が、親株の両脇についてるんですね。これの次のこの一番大きな子株の次の親株を選ぶ場合には、右側のこれか左側のこれ、あるいはおそらくはこれから出てくる子株の中の一本を選ぶ方が一年の差がつきやすいと思うんですね。いずれにしても次の親株候補としてまだ出てない子株か、現在出ているこの日本の子株のどれかになるわけですから、この日本の子株をこのまま残すのは、まあ、子株の過密状態になってしまいますから、どちらか一本はいずれ掘り上げておいた方がいいという子株調整の見方をします。
この一番大きいのは来年の親株としてそのまま残しておくということですね。まあ梅雨期に入って半ば過ぎから雨が多くなってきて、小株たちがですねぐんぐん大きくなってきていますので、来年再来年の親株をどうするかという観点から小株調整を小株調整のためにそろそろ掘り上げるべき小株はどれかというふうにしてバナナ畑を見回っておくわけです。まあ、私は複数本立ちでの連年収穫を第一にしていますので、出品のためにこれは良さそうな小株だとかそういう見方はしません。まず第一に毎年食べられるバナナをつけてくれる株はどうかという見方をして、その観点からバナナ栽培をしていますね。まあ、バナナ苗の出品を目的にするなら別な小株調整の仕方になると思いますね。まあ、人それぞれの目的に応じてバナナ栽培をするということですから、いろいろな小株調整の方法はあると思うんですね。今見えているのはずっとここのもともとの親株から切り分けた小株を並べたムサナムアトールのバナナ列なんです。